まず簡単に自己紹介から。あ、はい、平塚彩音と言います。はい、北海道出身です。もともと温泉 の, 仲居をやっておりまして、もともと社会人になってから、はい、ずっと英語を習いたいなと思って、でもっと早く来たかったんですけど、あ、ここにここにフィリピンにというか、英語を勉強する環境にとか外国に行って勉強したいなっていうのはずっと思ってたんですけど、まあ、27になってやっと夢がですね、ちょっと待ってくださいね、水を、あ、どうぞ。じゃあ、フィリピン留学を選んだ時にストーリーシェアを選んだ理由は何でしょう、きっかけというか。きっかけは友人がストーリーシェアのネポボに行ってた友達がいたんですよ、うん、それでその子が教えてくれて、うん、口コミですね。口コミですね。今回セブでしたけど、友達と違って。そうですね。どうでしょう、セブ。セブはそうですね、良かったですね、セブ選んで、うん、私もともと海とかも好きなので、うん、そうですね、人も割と優しいというか、そんなにすごい危険すごく危険っていうような感じは、まあ、1ヶ月行っていたんですけど、そんなにそういうこともなかったですし、まあ自分でも気をつけてはいたので、うん、セブの気候はどうでした？気候はそうですね、私北海道人なので本当に、まあ、ただただ本当暑いっていう感じで、来て1週間ぐらいはすごく体調崩しました。暑くてだ、気候の変化だと思うんですけど、やっぱり急に日本寒いし、北海道のすごい寒いところから来て、そう、南国にやっぱりずっと憧れてて、あったかいところ自分で好きなつもりでいて、暑いのも大好きだったはずなんですけど、でもやっぱり勉強して頭使ってこう疲れて、体が疲れるのと暑さにやられて1週間ぐらいは体調崩しました。じゃあ天候について何かアドバイスありますか？天候について、そうですね、はい、まあ割と、まあ、時期が良かったのか、雨はそんなに多くなくて、うん、割と晴れの日がずっと続いてて、まあ、たまに雨が降っても、まあ、すぐに止むので、そんなに雨とか天候で困ったかという。暑さ対策みたいなのは？暑さ対策はそうですね、もう私はエアコンを惜しまずに、うんうん、使ってましたね。それでもそんなにずっと夜中中つけてるとかじゃなくて、うん、まあちょうどいいくらいになったら消してとかいうふうにうまくエアコンを使って、うん、はい、じゃあ大丈夫でした。大丈夫でした、はい。じゃあセブの先生はどうでした？先生はそうですね、本当みんなフレンドリーで明るくてすごく好きでしたなんかいつも休憩中とか歌歌ってたりとかするのがすごく私は好きで、もう私が音楽好きっていうのもあるんですけど、すごくみんなリラックスした雰囲気でいるのがすごく私は好きでした、ね、あそこで今日泣かれてましたもんね。あ、そうですね、うん、まあ、やっぱり思い出、そうですね、うん、あとはじゃあのあれはどうですか、どうでしたか、あれはじゃあ CL メソッドってどうですかって聞こえない。あ、本当に素晴らしいですですね。なんか私ここ来る前も 4,5 年ぐらい英会話に週に1回通って、あ、言ってた、はい、うん、ネイティブの先生とマンツーマンでレッスンしてたんですけど、あ、マンツーマンで、はい、ただまあフリートーク、
ものが結構多かったのと、うん、まあ、教材も使って宿題出してもらって知ったりとかしてたんですけど、うん、でもやっぱり基礎が本当に全然できてないなっていうのをここ来て本当に思い知りました。あ、どういうところで思い知りました？例えば、あとかアーティカル、いつもアーティカル抜けてるとか、あとかザとか、ネイティブにはあんまり注意されなかった。あんまり注意されてなかったですね。そうですね。でも本当に本当基本的なところですね。基礎 CL1 のあたりすら本当に怪しくて、それでミオさんに言われた通り中学1年生と2年生の勉強を自分で部屋でそれもやりながら、CL の授業でやりながらっていう風にやりました。どうでした？そうですね、そうですね、 CL もこう繰り返し、あ、この前やったなっていうのがまたなんか聞き覚えがあるとかやったことがあるようなことがまた出てきたから、あ、これなのかなって思ってその時使えたりとかすることがあって、うん、あ、これがCL なんだなっていう。そうですね、名前の由来ですね。それすごく実感しましたね。でやっぱり自分が話す時間も多いじゃないですか、CL って、うん、だから私喋るのも遅かったんですよ、すごく、うんうんうん、日本語もゆっくりですよね。あ、そうですね。多分そうですね、英語もゆっくり、英語もゆっくりで、だから早く喋るのがすごい大変だったんですけど、うん、でもすごくいい練習になりました、ね、うん、先生にこう喋ってって言われました？そうですね、はい、早く、もうちょっと早く、もうちょっと早く、スムーズに、スムーズプリーズ、スムーズプリーズ、練習になりました、そこ。練習になりましたね、はい、すごく勉強になりました。うん、じゃあ今ですね、中学 の、 こっちに来られてやってきたやつを、はい、まあ、できたらフィリピン留学前にしてきてほしいと僕は思ってて、はいはい、でメールの段階でそういうアドバイスをこれからのスタッフに全部送ってもらうようにしようと思ってるんですね。で、まあ、もちろん言ってもやらない人の方がやっぱり実際は仕方なく多いと思うんですけど、でも日本からやってきたと方がいいと思いますか？そうですね、もちろんやってきた方が断然いいですね。ただその基礎を学ぶなんか教材とかを、があふれてるじゃないですか、うん、なので日本に、は、日本にあふれてて、はい、うんうん、どれが自分に合うというか、それを選ぶ時点でそこで勉強いろんな選択肢があるんで、うんうんうん、そこが難しいのもちょっとあるとは思うんですけど、でもその今回やったここで借りたのがすごく分かりやすくて、うんうん、分かりやすかったですか？分かりやすかったですね、すごい、すごく勉強しやすかったですね、うん、だから、あ、なんかおすすめの日本で出てるこれがおすすめですみたいな、あ、でもなんか載せてました。そうです、載せてますよね、メールの添付資料に入れてるんですけど。あ、そうですね、結構ね皆さん読んでこられないですよ。あ、それで今ちょっとそれもちょっと分けてメールしようかなと思って、うん、そうですね、あれだから事前に知ってたらいいと思いますよ。うん、思いますね、うん、あれをだから書店に行ってちゃんと自分の手で見てもらって、うん、でレベルがちょうどよかったら購入していただいて、うん、来る前になるべくやってもらう、うん、そうですね、やった方がいいですよね、絶対いいですね。でも意外と自分がどのくらいできるかってやっぱり自分ではやっぱり分かんないものじゃないですか、はい、だからここ来て本当に思い知らされたっていう感じがありますね。でも本当にもっとできると思ってた、もっとなんかできるんじゃないかなと思ってたんですけど、うん、もう全然ダメだこれやと思って
もともとこの後ワーキングホリデー行くじゃないですか、はいはいはい、で行く前にここに来ようって思ったのも、うん、本当にここに来る1ヶ月前ぐらいに決めて、うんうん、本当来てよかったなと思って、うん、何も知らないで、はい、本当に無謀なことしようと思ってたね、お友達がいてよかったですね。本当そうですね、その彼女もワーキングホリデー最初にオーストラリア行って、でそこでまあ学校行ったらしいんですけど、まあ、グループレッスンとかで、うん、あまりまあ身にもならなくてということで、まあ、フィリピンに3ヶ月いたみたいで、その後ニュージーランドにもう一回ワーキングホリデー行って、で結構働いて、いろいろ今はアジア旅したりとか、すごく楽しんでて、ちょっとベテランになってきてます、ね、ベテランになっててで絶対いいよフィリピンって。本当ですか、嬉しいですね。ということで、でも結構そういう人多いですね、口コミでっていう方は。そうですね、だんだん増えてますね、うん、やっぱりそれが一番強いですね。フィリピンで、あの英語の発音を心配したりとか、あとは治安を心配する人いると、それについては何かそういう心配してる人に対してアドバイスありますか？あ、そうですね、フィリピンの街で人と話すことに関しては、なんか、まあ、聞き取りづらかったりとかそういうのはあるかもしれないんですけど、でもここで学ぶ分には全然そんな、先生方もすごく上手で、そのプロナンスの練習もさせてもらえるんで、その点では全然心配することはないかなと思いますね。治安は？治安はそうですね、まあ、基本的にまあ夜あんまりこう一人とか二人とかで出歩かないっていうのはまあしてたんで、うん、してたんでまあ出てもまあグループ何人かで行く、うん、夜行く時はまあ、そういうふうにしてたんで、まあ、そういう怖い目にももちろん合わなかったですし、でも比較的なんか安全っていうか、そんなに危ないことは夜とかでもこの近辺は全然行かないですし、まあ、常識を守ってやれば。そうですね、全然常識守れば全然全く問題ないですね、タクシー乗っても本当親切な方が、いろいろ話しかけたら楽しく話してくれたりとか、あれ意外に練習になりますね、意外に、話すのね、ストーリー、最後にストーリーシェアを選ばれて、じゃあストーリーシェアってどうですかって聞かれたとしたら、どうですか、それについて。それについてはもう本当に時間とお金があればぜひ来てほしいですね、私も時間とお金があれば自分の気が済むまでいたいですね。本当、私来て1週間、1ヶ月今回だったですけど、1週間来てたった1週間で、あ、まだ痛いなって、もっと長くしとけばよかったって来て1週間で思いましたね。本当ですか。環境もいいですしね、みんな先生もアテさんも、すごく優しくて、名前覚えてくれたりとかして、可愛いですね、アテね、本当優しくて。食事はどうでした、アテの食事？めっちゃ美味しかったですめっちゃ美味しくてびっくりしました。なんか CL とかより反応いいんですけどいや、びっくりするほど美味しかったですね。本当ですか。僕個人はあんまりまだ満足してないですけどね。でも確かに皆さん美味しいって言われおっしゃっていただけますよね。なぜかなって、私最初すごく食べ過ぎじゃないかっていうぐらい食べてましたもん、美味しくて。あ、本当ですか。はい、体重太った派ですか、それとも変わんないですか。あ、変わんないですね。たまに太る方いらっしゃいますよね。あ、結構でもお肉とか油でもそんなに気になったことはないですけど、大丈夫でした。はい、美味しかったです。ちょっと今
さらにメニュー増やそうと思って、あの日本人の人に、はい、あのイタリアン料理で働いてた人が宛てに教えてくれるみたいな感じで、はい、ちょっとメニュー増やすと思いますけど、いやでも全然十分ですね。パスタがだって伸び伸びじゃないですか。あ、まあまあそうですね。あれはあれで結構美味しいよねとか言っていただきますけどね。あのこのミートソースもちょっとなんか甘めでこれも美味しいよねみたいな。いや、ね、フィリピン甘いんですよね。うん、うん、甘くないパスタを出したいなみたいな。あ、あとちょっとなんかアルデンテンのパスタとかね。うん、なるほど、頑張ります。でもアテさんたちには本当なんか感謝ですね。すごくハードワーカーですよね。真面目ですね、うちのアテは。すごく、うん、いつも笑顔で、いつも笑顔で、そこを交流持っていただけて僕も嬉しいです。フェイスブック友達になっちゃうぐらい。あ、本当ですか。あ、結婚したらアップロードするからって言って。そうですか。いや本当に今回は留学1ヶ月ありがとうございました。いや本当こちらこそありがとうございました。本当感謝です。またどこかでお会いできることを楽しみにしてます。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。